オリーブ、食用としての効能はもちろん、風にそよぐその愛らしい緑の葉もチャームポイントの一つです。花言葉は平和、知恵。ギリシャ神話では人間に勇気と力を与える象徴とされ、平和のシンボルとして国連の旗の図案にも用いられているそうです。そんなオリーブ、お部屋のインテリアに今とっても人気があるんです。肥料は芽が出る少し前、3月上旬に1回、花が咲いた後の6月頃に1回、そして秋にもう1回を目安に与えます。まず日当たりの良い暖かい場所で育てます。1年を通じてたっぷり日に当ててあげることが大切です。土は赤玉土、腐葉土など。乾燥に強いので毎日の水やりは必要ありません。触ってみて土の表面が乾いていたらあげるようにしましょう。また年に1回を目安に植え替えを行うことも忘れずに、一回り大きな鉢に石灰を入れてさらに大きく成長させます。屋外でもお部屋の中でも気軽に育てることができるオリーブ、深い緑と白い花、お部屋を一層おしゃれにしてくれます。そして今回は自家製オリーブオイルでイタリアン、そんな時間もぜひ楽しんでみてください。